周りが気になるんですよね。気にするような顔ではないけどね。そういうのとか自己満整形って言うんで、美容整形は基本自己満だと思ってて。そうです ね、はい、まあ、自己満整形と、まあ、本当の整形があるんですけど、最近本当に自己満整形が半分以上になってきましたね。他人が見てほとんど変わってないじゃないって言うんだけれど、本人だけは喜んでるっていう、それが自己満整形っていう。気になる。いやいや、それはもうね、自己満の時期ですよ。僕なんかもうタルタルだからやんなきゃいけないけど、なんか自己満整形を鼻がちょっと曲がってたりとか、だから鼻は曲がってた方がいいね。ちょっと知ってる、売れてる女優さんって絶対どっか変だから、鼻がほんのちょっと曲がってるとか、変なところにほくろがあるとか、なんかそういうので覚えられるんですよ。だからなんか本当の左右非対称の超綺麗な顔の子って売れないですね、はい、ですよね。そうです、人間味がなくなって機械的で情が湧かない感じがあるんで。そう、例えばキティちゃんとかマイメロって非対称にわざと作ってるんですよね。そっちの方がなんとなく親近感が湧くので、完璧な対称の顔だと逆になんとなく馴染めないっていうのがあるんですね、うん、はい、じゃあもう曲がりっぱなしでいっか。あんたは曲がりっぱなしでいいと思う、うん、全然全然いい。